皆さん、こんにちは。さあ、今日はですね、こちら2つ紹介します。ウランジのね、G96 と同じくウランジの MT16 エクステンダブル、Vlog トライポッド、これをね、紹介します。こちらの商品たちですが、ウランジ様より提供していただきました。ありがとうございます。さあ、ということでね、早速まずこの G96 から紹介していくんですが、こちら何かというと、こちら GoPro のね、サイドドアですね。バッテリーボックスにアクセスするやつです。これね、本体は非常に質感が高くてですね、やっぱりこうウランジさんの製品ってね、こういった切削加工とかよくできてるんですよね。裏とかのね、このバッテリーが当たる部分とかもしっかり作っていて、まあ、この公式のね、ものに比べるとちょっとこういったね、シーリングゴムとかはないんですけども、まあ、すごくね、よくできています。こうね、伸びる感じっていうんですかね、このバネで仕込まれているところもしっかりとね、はい、できています。で、今まで僕はですね、こちら GoPro でバッテリーボックスにアクセスしたかったらこんな感じでね、あのスモールリグのケージに入れてこの横のドアね、開けて使ってたんですが、まあ、ちょっとこれ大げさすぎるなっていう方もおそらくいると思うんですですよね。そういった方にね、今回のこの G96 っていうやつおすすめですね。ちょっとね、GoPro外して、こんな感じですね。で、この横にこうしてポン付けすれば、ほら、こんな感じでバッテリーのタイプ C にね、アクセスすることもできますし、本体のこの側面の方にはですね、コールドシュート4分の1インチネジが切ってあるので、拡張性もね、確保しています。で、取り外すときもこの下をグッと引っ張りながら蓋開けるだけなので、非常にね、簡単です。で、これね、ちょっと思ったんですが、これがね、メーカーの公式の蓋になります。これわかりますかね？この部分なんですが、はい、これね、メーカーの公式のやつは、この、バッテリードアのね、この金属の部分に、こう、カチッとはまるようなくぼみがあるんですけど、ウランジのやつには、これありません。書き切りがあるだけです。なので、この公式のやつはね、グッと取り付けると、ほら、こんな風にバッテリードアがね、常時ついた状態なんですが、ウランジのやつは本当にね、これハマってるだけですね。なのでバッテリーね、ボックス開けると本体ごとポロってね、外れちゃいます。まあ、ここだけね、注意する必要があるんですが、まあ、取り付けが楽っていうのはね、ありますね。で、しっかりね、この部分、このバネの力で、バッテリーボックス押さえてるんで、まあ、もちろんしっかり閉じてればね、勝手にポロって落ちる心配はありません。ただですね、グッと下に引っ張って開けた時には、これちゃんとね、持ってないと、はい、ポッて簡単に外れてしまうので、まあ、そこだけね、注意してください。はい、いや、それにしてもこれすごくね、いいですね。こんな感じでね、この本、なんて言うんでしょうかね、もうメーカーの公式にありそうな感じで、まあ、もちろんね、こうすることで防水性はなくなってしまうんですが、車載とかの時にね、ここから、モバイルバッテリーとかからね、給電できますし、あとこう、コールドシューついてるんで、こんな感じにね、ビデオライトとかをつけることもできますね。うん、いいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、まずは一つ目、G96 でした。全体的な作りもすごく良くてですね、ぜひね、この GoPro のね、このサイドドアのバッテリーのアクセスをもっと簡単にしたいなって思ってる方ね、いらっしゃいましたら、とってもおすすめな一品です。では、二つ目、こちらですね、MT16 のトライポッド、三脚ですね。で、こちらパッケージから出しますと、こんな感じのね、はい、三脚が入っています。今までね、うちのチャンネルでも、ウランジのね、三脚は、この GoPro 用のね、ミニ三脚を使ってたんですが、それに比べるとね、かなり本体大型ですね。長さはですね、これ最小が22センチで、伸ばすと約45センチまで伸ばすことができました。これだけ長ければね、もう画角とかね、そういったものはバッチリですね。まさに名前の通りにビデオブログとかで活用できそうです。で、本体のね、この雲台の部分はこうネジ式になってまして、こんな風にね、ボールジョイントが回る形です。で、一番下までこう90度をね、下げることができるので、まあ、いろんなアングルも楽しめそうですね。で、この雲台の上の方にはですね、こちら4分の1インチのネジがついてまして、ここを回すことでね、いろんなカメラとか取り付けることができます。で、この横にはね、コールドシューもついていて、このコールドシューをね、グッと力を入れることで、様々な角度にね、調整することができます。ビデオライトとかマイクとかね、つけるときに便利そうですね。ちょっとこのね、GoPro 乗っけてみましょうか。GoPro を乗せるとこんな感じ。さらに伸ばすと、
ここまでね、伸びるので、まあ、おそらくもうね、こんな風に自撮りをすればね、画角の問題とかはね、バッチリ解決できますね。さらにね、この、三脚なんですが、トライポッドと書いてある通り、こんな風に足を、広げておけば、テーブルトップ三脚として使うこともね、できます。さらに、ここからグッとね、伸ばせば、もうね、大体のね、こう、物撮りはこれ1個でいけるんじゃないでしょうか。これ結構いいですね。特にね、こう旅行先とかではね、使い勝手が良さそうです。もちろん、このね、裏、同社のね、この GoPro 用の、このね、ミニ三脚もいいんですが、伸ばしてもね、このくらいの長さまでにしかなりません。それに比べて、今回のこのね、ちょっと、三脚は、まあ、伸ばすとこれだけね、差が出ますから、だいぶね、はい、違いますよね。ただですね、ちょっとこれね、GoPro 専用というわけではないので、この部分がね、自由運転になってます。なので、こうすることでですね、ちょっと緩めると、本体のこの首の部分ですね、ここはね、こうぐるんぐる回すことができるんですが、ちょっと GoPro だったらこれはね、いらないかなと思います。まあ、例えば、ミラーレスカメラとかであれば、こんな風にね、縦撮りとかでね、需要があったりですとか、こう、いろんな角度とかね、決めたいところですけど、正直ね、GoPro だったらね、もうこれでいいんですよね。この首がこうぐるぐる回るのは、まあどうなのかなっていうね感じはします。まあただですね、こんな風に縦撮りもさっきも言ったんですね、縦撮りとかにもね対応できるんで、まあまあこれはこれでね、うん、使い道があるのかなってね、はい、思います。さらに本体のこの側面にね、コールド臭がついてるんで、こんな感じでね、小型のビデオマイクとかつめつけることもできます。これもいいですよね。ここにミラーレスカメラ乗っけて、ここにね、マイクをつけてガチャッと接続すればね、この上の臭の部分は全くね、他に使うことができるんで、まあ、汎用性も非常にね高いです。あと本体のグリップなんですが、この部分がねこう滑り止めのゴムになっていて、まあ、グッと持てばねそう簡単に手がつるって滑ることもありません。なかなか握り心地もいいですね。で、足のところにもですね、こちらちょっと一工夫されてまして、ここにね、これ分かります？磁石が仕込まれてるんですよ。こことここに磁石がついてて、これがパチンパチンと磁石で合わさって、で、最後にここに爪がね、ついていって、磁石と爪でカチッと固定するので、一回ね、こう入ってしまえば本体を振ってもね、この足がパカンパカンになってガチャガチャ、ノイズがね、鳴ったりする心配もありません。この辺もね、すごくよく作られてますよね。で、大体こうね、ちょっと安い三脚とか安い自撮り棒とかだったら、この部分が結構華奢で、足を閉じたんだけど、こう、ちょっと持ち手が悪かったりすると、ここが開いてパカパカカチャカチャ音が鳴ってしまったってことが、まあ、僕何回も経験があるんですが、ウランジさんのやつはね、こんな風にね、しっかりとね、こう、爪と磁石で、固定されてるんで、そういった心配もね、ありません。はい、ということでね、今回はこのウランジの G96 GoPro のね、このサイドドアと MT16 の三脚をね、紹介してみましたが、どうだったでしょうか。この三脚の方はですね、この GoPro 以外にも、アクションカムですとか、ミラーレスとかにもね、すごく使えそうですし、旅行にはこれね、ぜひ持っていきたい一品ですね。こう、料理とかね、するときとかでも、この三脚があれば、こう、長さも変えれるんで、机の上とか全体を撮ることもできそうです。で、このね、G96 のサイドドアはかなりね、最小の構成で、この GoPro のね、この横の方に、USB のね、穴を設けつつ、コールドシューとかもね、取り付けられるので、シンプルですけども、拡張性が高くなるってね、すごくね、いい商品だと思います。で、どちらの商品もですね、この動画の概要欄の方にね、URL をね、貼っておきますので、ぜひそちらでもチェックしてみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画はね、皆様の何かの参考になれれば幸いです。で、ここもですね、こんな感じでね、GoPro の面白いものですとかね、デジタルガジェットありましたら、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。